とではあまりスケボーやったことない人に乗ってもらいましょう。あまりやったことないスケーターです。靴は持ってるけど、あそこのなんかこれ上げたら進む。さあ、おう、おう、もう一回乗ろう、ゴー。おう、危ない危ない、初ユニークボードどうでしたか？超楽しい。こんな感じの悪い路面でも全然問題なく滑れます。多少なんか平面と比べてスピードは落ちるんですけど、まあ、それでも15ぐらいは出てると思うんで全然登れますね。はあ、はあ、手打ちなくなってきたわよし、貸して。ちょっとポケモン捕まえてくる。ポキゴ。さあ、真のポケモントレーナーになるんだ。真のポケモントレーナー。あれが真のポケモントレーナーや。ポケモン GO 最終形態や。最強。チャージしながら20キロ走ります。チャージしながら。ちょうど20レベ。おお。ではこのスケートボードのレビューをしたいと思います。まずいいことを言いたいと思います。いいことはまあいろいろあるんですけど、一つはまあめっちゃモーターが強い、パワーがあるから結構速くて坂も登れてよかったです。あともう一個良かったのが、このスケボーとリモコンの接続がとても速かったのが僕個人的にはとても嬉しかったです。なんかよくなんか Bluetooth とかやったらこう接続めんどくさかったら設定いったりしないとダメなんですけど、これはなんか2つボタン押すだけですぐ繋がるんでとても楽でしたね。とりあえず何よりも楽しいことが良かったですね。ほんでなんか通るたびに変な人がいろいろ見てくるのも面白かったです。はいや。チャージ時間が4時間で、乗れる時間が3時間、30キロっていうのもとても良かったです。最初はちょっと短いかなと思ったんですけど、実際使ってみると30キロは結構長くて、1日ずっと走っても充電切ることはなかったです。とりあえず楽しいってことが一番でした。なんか乗ってて楽しかったです。1週間使って悪いと思ったところを一つじゃなくて複数言いたいと思います。まず一つは持ち運びにくいってことですね。少し重たいんで持ち運びに不便でした。あ、もう一個は一応見てもらったら分かると思うんですけど、結構地面から低いんですね。だから段差とか上がろうと思ってもここに当たっちゃうんで上がれないです。だからまあそんなに大きな問題ではないんですけど、まあ段差とか上がろうと思った時にちょっと気になりました。いいところと悪いところはそんな感じでした。まあ、基本的に僕はとても楽しめてよかったです。今からも楽しむやろ。まあ今からも楽しめてよかったで、前回も言ったんですけど、なんかEGO2 が出るんで、まあ、下にリンク貼っておきます。まあ、てか出てるんでリンク貼っておきます。では、あとこのユニークの会社
ありがとうございました。はい、でよかったら高評価コメントと登録お願いします。これ後編なんでよかったら前編見てください。前のあの下の概要欄に貼っておきます。まずはこのスケートボードの紹介をしたいと思います。このスケートボードについてくるのはまず